急がなくてもいいのよ。さっき会社に確認したんだけどな、毎日午前中に作業があるのは決まってて、でも午後は好きなことをしていいらしいぞ。まあほとんどの囚人は特別許可権を得るために働き続けるみたいだけどな。あと特別許可権を一定数消費すれば午前中の刑務作業を免除してもらって時間を自由に使えるとも言ってたぞ。ここって特別許可権さえあれば本当に何でもできちゃうんだな。おいらもう疲れたぞ。明日の朝はおとなしく起きて仕事しないと。特別許可権がなければ特権だって得られないんだからな。おやすみ旅人。明日の調査はうまくいくといいな。何か変な夢でも見たのか？そんなことあるのかよ。まさか単なる夢じゃないとか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前ずっと持ち歩いてたんだな。もしかしてこの神の目を通してお前とタルタリアの意識が何らかの形でつながったとか。それって大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピネ要塞に持ってきてて本当に良かったぜ。でどんな夢を見たんだ？タルタリアの行方が分かったのか？そっか。でもこれから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのはオイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可権のために頑張ろうぜ。今日はどうする？行こうぜ。もう仕事の時間だし、もたもたしてたらまた看守のフィールディングにとやかく言われちゃうぞ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。お前のやるべきことはあっちの機械を使ってパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏み、もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。わかったか？
でも仕事を何度もこなすうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。よっ、君たちも作業を終わらせたみたいだったから、ちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。ま、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてきた。監督のグランビルだって俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。うわ、そんなに長いのか。先輩よろしくな。おいしー。何か知りたいコツとかがあればどんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には食事よりも慣れてるからな。おう、頼んだぞ先輩。今ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた。まあ話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たちそのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え、それもルールなのか。もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。3日連続で食事と寝る時以外ずっと生産エリアで働き続けたら、3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。へっ、脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ。俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってことか。実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんなやつ見たこともないってな。そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え？あ？君たち好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくがどうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。おー、これって超ラッキーなサービス食じゃないか。やっぱり頑張ってるやつには幸運が訪れるってことだな。ゆっくり噛みしめて味わうぜ。午後はどうする？よし、もう少し頑張ろうぜ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。
よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。さっさと仕事に取りかかれ。パーツを持ったままブラブラするんじゃない。どれどれ、うん、悪くない品質だ。特別許可券を持って行っていいぞ。はあ、ここに来てから朝寝坊する資格がなくなっちゃったよな。やっぱり早く寝ようぜ。俺起きたくないぞ。昨日の疲れが全然取れてないみたいだ。さあどうするんだ。特別許可券のために。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死になってる。特別許可券が急ぎで必要なのか。そうだな、オイラ自分の限界を試したいんだ。そう思ってくれればいいぞ。よし、今日はよくできたぞ。この調子でどんどん行こうぜ。限界かも。パーツを加工するのってこんなに疲れることだったんだな。もうダメだ。話す気力すらないぞ。ご飯の時間はまだなのか。疲れた。働き同士でおいらもうくたくただぞ。待って、
そういえば今日ってもう働き続けて3日目になるんじゃないか。それに今はちょうどお昼の時間だぞ。なんだか背筋が急に寒くなってきたぞ。何が起きるんだ。でも周りを見る限り何もなさそうだよな。オイラたちも無事特別許可食堂に着いたし、もしかしたら隠しルールっていうのはただの噂なのか。まあここでずっと推理しててもしょうがないよな。さっきからずっとお腹がグーグー鳴ってるんだ。先に腹ごしらえしようぜ。ご飯ご飯。今日の運はどんなもんかな。ひょっとしたら超豪華弁当だったりして。んじゃ、これなんだよ。おいらのご飯なんで、お前のも同じか。これって肉か。でもなんだかすごく不気味な感じだぞ。これってまともなシェフに作れるような代物か。これってどういうことだと思う。もしかしてこれがローワンの言ってた良くないことなのか。それ以上言うなよ。もう分かったから口に出すな。あれ、あそこにいるのウォルジーじゃないか。ご飯を作ってたのってあいつだよな。そうだ、シェフに聞いてみればいいじゃないか。ウォルジー、ちょっといいか。なんだ、これから今日のサービス食の材料費を精算しに行くところなんだ。用事があるんならさっさと行ってくれ。そのオイラたちのご飯の肉さ、なんかちょっと変じゃないか。肉？ああそれか。別に普通の料理だろ。俺は問題ないと思うが、さっさと食べな。も問題ないってことないだろう。おい行くなよ。もうちょっとちゃんと見てくれよ。おどうしよう。オウルジすごく不機嫌そうな顔してたぞ。そうだな、他に方法はないみたいだし。はあ、さっきまで腹ペコだったのにもう全然食欲がなくなっちゃったぞ。午後はどうする。時間があるのならもう少し調査に専念しようぜ。俺人の顔を覚えるのが苦手なんだよね。その特徴だけじゃ何も思いつかないぜ。すまんがそんな奴は知らないな。本当にここの囚人なのか。ここにはお前が言うほどすげえ奴はいねえぞ。いたら絶対覚えてっからな。いつでもお手伝う。どうだい、ここでの生活には慣れたかい。焦るなって。
無駄に情報を他人と共有したくないんだよ。私たちって公爵様と一緒だった。そんなに固くならないでいいって。すみません、あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい、どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。なんですって、どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。情報提供者から知らせがあったわ。どうやらまた新たな変数が現れたようね。急がなくてもいいのよ。生産エリアなんかに来てていいのかよ。こんにちは旅人パイモンちゃん。この時間はみんな忙しくしてるし、医務室にも看病が必要な人はいないから、みんなが働いている様子を眺めに来たの。眺めにって、何も面白いことなんかないと思うけどな。そんなことない、うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うちはこういう種族だから人間とはちょっと違う資格を持ってて、みんなの体の状況に気づきやすいの。働きすぎている人は一目でわかる。それがメリュジーヌの資格ってやつなのか。確かに看護師にはぴったりだな。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで休むのよ。おう、気をつけるぞ。ありがとな。
急がなくてもいいのよ。お、旅人にパイモン。皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる真髄ってな。もしかしたら特別許可権自体じゃなくて、それこそが生まれ変わるって意味だったのかもしれないな。うん。さっきちょっと怪我しちまってな。なーに、ちょっと釣っただけだ。仕事をしてりゃよくあることさ。ローアン先輩みたいに経験豊富な人でも仕事で怪我することがあるんだな。そう言われるのが嫌だったんだよ。メンツが立たないだろ。全部シグウィンさんのせいだぜ。よりによってこんな時にいないなんて。え、医務室に誰もいなかったのか。ああ、噂じゃ昼飯前の30分くらいはいつも誰もいないらしいぜ。まったく、どこへ行ったんだか。変だな、シグインはいつも仕事熱心なのにこんな時間にどこに行ってるんだ。別にもうどうでもいいさ。この程度の怪我なら一人で休んでればなんとかなる。シグウィンさんの手を煩わすこともない。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど、調査もサボってなかったんだ。いくらモナが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか。いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。おい、なんでいきなり特別許可権をくれるんだ。あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可権は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。
リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく。ありがとな。互いに助け合い。医務室を覗いてたやつがいたんだけど、あれってシグウィンのファンだったのかな。多分そいつが落としたものだと思うぜ。どれどれ。メリオジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメリュジーヌの神秘眼は人間と大きく異なっている。プレゼントを贈る際は特にこの点について注意するべきと。なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの研究ノートは、そうだな、募集しちゃおうぜ。中断して休むか。わかった。じゃあゆっくり休んで明日また頑張ろうぜ。連続して働いた後は変な肉が昼ご飯に出てくる。これって一体どういうことだ。これまでの調査って収穫があったって言えるのかな。そうなのか。それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べびと。新しい一日がまた始まったのか。囚人としての生活にも気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずーっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか。おお、たまには楽するのも悪くないよな。頑張ってるやつに
君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場禁止だよ。特別にお達しを受けたからね。犯罪者でも命は惜しいものなんだ、分かってくれ。でもここには優れた実力を見せれば特別許可権がもらえるゲームもあるよ。どうだい、興味はないかな。もしゲームで負けたら特別許可権を取られちゃうのか。そりゃそうだろう。鉄拳闘技場は残酷な場所なんだ。わかった、それではルールを説明しよう。まず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。連続で何ラウンドもノーミスで進められれば特別許可権をゲットできる。ただし打つ順番を間違ってしまったら失敗だ。1回につき300枚の特別許可権が必要だけど、やってみるかい。毎度あり。それじゃあゲームを始めていいよ。やっぱり侮れない実力の持ち主だったな。どうして君が正式な格闘大会への参加を禁止されてるのかよく分かったよ。命が惜しいやつは君と同じリングには絶対立ちたくないだろうな。そういえば君たちはまだ格闘試合の勝敗予想をしたことがないらしいね。ロシモフのところで支持する方の投票権を買ってみるといい。当たれば結構な報酬がもらえるよ。ここの選手のことはよくわかんないし、誰を支持すればいいのか。それが普通だからゆっくり慣れればいいよ。試合を何回か見ていれば報酬を稼いでくれるやつが誰なのか分かってくる。確かに。なあ、ちょっとやってみないか。十分な特別許可権を持ってるなら適当に投票権を買ってみるのもいいかもしれないぜ。適当に買ってみるって、なんて言えばいいか。まあ別にダメなわけじゃないけどな。ちょっとは慎重に考えるんだよ。適当すぎないようにね。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらずルールの存在に感づくとはね。戦闘の腕だけじゃなくて勘もいいみたいだ。ここまで来たらお得意さんにもなってくれそうだし、ちょっとだけ教えてやるよ。君たちみたいな客は失いたくないしね。そんなに深刻なことなのか。この隠しルールはもし格闘が始まる前に双方の選手の投票権を買ってしまった場合、次の日の朝良くないことが起こるというものだ。つまり双方の選手の投票権を同時に買うってのが条件なんだな。それって絶対損するんじゃないのか。そんなことをするやつなんているのかよ。良くないことって何なんだ。さあ、僕はそんなこと試したりしないからね。でもこの件についてこんな噂を聞いた。ある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃闘技場に彼の相手ができる者はいなかったほどだ。決勝戦主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだけど、
彼はなぜか固辞して試合にも出てこなかった。その後二度と姿を見せなかったってさ。死んだとか主催側にやられたとかいう人もいたけど、彼が何よりも名誉を大事にする人だってことはみんな覚えてる。双方の選手を同時に応援するやつがいたとしよう、それは彼にしてみれば間違いなく試合を侮辱する行為に他ならない。だからそいつの怨念がそういうことをするやつに罰を与えるっていうのか。ずっと覆面してたし、意図的に素性を隠してたから、僕は彼がどういう人なのかは知らないな。旅人、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。おい、本気か。嘘だろう。親切に忠告してやったのに、あえてそうするっていうのか。そうだぞ。第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。しょうがない。おいらをちゃんと守ってくれよな。両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別許可権が必要だ。十分貯められた頃に試してみるといい。ただ何があっても知らないからね。今日もそこそこ収穫があったって言えるよな。明日も何か進展があったらいいんだけど。一日がまた始まったのか。囚人としての生活にもだんだん慣れてきた気がするぞ。これっていいことなのか、それとも悪いことなのかな。さあどうするんだ。たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか。おお、たまには楽するのも悪くないよな。を買いにいらしたんですか。次の試合が間もなく始まりますので、買うなら今のうちですよ。次の試合の選手は誰なんだ。今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東韓国エリアのトキシン選手ですね。それってあだ名か、それとも自分で作った肩書きか。変わった名前だな。あなたたちは初心者のようですので、少しアドバイスをして差し上げましょう。今回はキバ選手にかける人が多そうですが、トキシン選手こそダークホース的存在。つまり今回の試合、私のおすすめは、へえ、両方とおっしゃいましたか。初心者だというのは一目で分かりましたが、まさかそこまでとは。もしかしてルールをまだしっかり把握していらっしゃらないとか。
もう一度詳しく説明しましょう。つまり、いやいやいいんだ、こうしたらきっと損するってことも分かってるぞ。わかりました、いいんですね。一旦お買い上げになれば返金はできかねますよ。いいから、特別許可券をもらっとけって。だったせいで午後はずっと居眠りしてたぜ。やっと寝る時間だな。おい旅人パイモン、荷物が届いてるぞ。次は自分で受け取れ。俺は配達員じゃないんだ。荷物？お前何か買ったのか？おいらまだ寝てたいからお前が行ってきてくれ。おお！昨日隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかしてこの荷物がコリンズの言ってた良くないことなのか？一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから、飽きたら呼んでくれ。おい、ちょっと待てて。オイラがまだいるのに、なんで開けちゃうんだよ。うわ、なんだ？お前、大丈夫だったか？オイラに見せてみろ。なんだ、ただの瓶じゃないか。でもこの中の液体の色ちょっとヤバくないか。うわー、やめろ。それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かったから。ウギ、こっちに近づけるなよ。嫌だぞ。どういうことなのか分かるまでこの瓶は開けない方がいいと思うぜ。これはオイラからの、心からの警告だぞ。さあどうするんだ。サボれるのって嬉しいな。特別許可券が欲しい気はするけど、この午前中をうまく活用しようぜ。配り切らないとここから出られないのに。お前ここの囚人じゃなさそうだな。見ない顔だぞ。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良な市民ですから。じゃあこんなとこで何してるんだ。
なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で、会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。フォンタ社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの反則計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ、自社の商品の価値さえ分かってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない、だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこいとも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです、強に言っては強に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。散らばってる紙はなんだ？応募用紙か何かか？いや、違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。わかった。捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだった、お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。誰誰？新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。開発者内部からも疑いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で1回目の試飲が行われた。フィードバックによって今後の開発方向性を調整する予定。一旦小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。特に気になるところはないぞ。フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。まあ、あまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。これでよし。
本当に試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？おいらはちゃんとおいらに見えてるか？そうか、ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか？公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。その荷物、血の色の液体。やっぱりまだ真相が見えてこないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、ダメメト。
種について調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。よし。それ。よっ。あそこにいるのってミドックだよな。今日はいつもより人が少ない気がするぞ。この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだね、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか。確かにいいタイミングだ、ちょうどいい。どういう意味だよ、何がいいタイミングなんだ。あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。分かった分かった、じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ。食人族の集会さ。食人族だって、このメロピデ要塞に。毎月数回やつらは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者たちの噂は全員やつらと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは、奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから、奴らによってあらゆる形に変えられて、永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけど、お前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。うん。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか。おいら血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。あ、そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。から離れろ。どういうつもりだ、俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。何の話だ。忠告しておくが、余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度たちのことをわざと避けてるみたいだ。でもこうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて
むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか。ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。わかったよ。でもいいのよ。よう、フィールディング。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時何か気づいたことはないか。そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしても、それはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。あそこら辺の数日は当番を嫌がるやつも多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ。メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もし本当に何か変なことが起こっているのであれば代わりに報告してやる。おう、オイラたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ、オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。言っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う。確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ、今夜もパイプ清浄日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。看守に捕まらないといいんだけどな。急がなくてもいいのよ。すっごく眠いし疲れてるぞ。でもまだ寝ちゃダメだよな。今夜はパイプ清浄日で大事な調査の時間だし。そうだよな。もしオイラが寝ちゃっても絶対起こしてくれよ。お前一人で危ない目に遭わないか心配だぞ。あれ、旅人って、おい、こんなにあっさり寝るやつがあるかよ。Thank you.
でもいいのよ。君たちは昼頃の。ほう、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。それがどうした。俺たちの怒りを買や、いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。ここで一体何をやってるんだ。君たちに言うことはない。今すぐ挙防エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら、ここでの出来事は見逃してやる。さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが興味持てそうなものはないんだから。はあ、なんだって。それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか。兄貴そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて俺たちを探しに来たのか。なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あいつってここにいた時も随分うまくやってたみたいだな。あの夜兄貴が言ってたことは俺たちしか知らねえはずだ。まさか兄貴は外に出てからお前に教えたのか。そうか、だったら辻褄が合う。わかった、お前らを信じよう。ひひ旅人うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが俺たちはひどい態度をとっていた。それどころかずっと兄貴に嫌がらせをしてたほどだ。だがメロピデ要塞は強者を尊重し実力を認める場所。作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい、俺たちを懲らしめる時ですら常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには何の代価も惜しまねえってさ。子分としちゃもちろん兄貴のことは俺たちのことだ。だから俺たちはちょっとばかし手間をかけてここにある隠しルールをもとに
食人族のルールをでっち上げて、それを広めたってわけだ。これも全部パイプ製浄日の夜に兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ噂を捏造することで囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って本当に利用されやすいんだな。でもタルタリアはすでに逃げたんだろ。それなのにどうしてお前らは未だにパイプ製浄日の夜毎回ここに来てるんだよ。それが俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは実は出口とは言えなくて行き止まりになってるはずなんだ。あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場に繋がってて、仮に海に逃げ込めたとしても水面までの距離が遠すぎて生きたままたどり着けるやつなんてまずいないと思う。それを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。何か執念みたいな感じだったのかな。それで俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、俺たちは兄貴なんて初めからいなかったように振る舞う。そして兄貴は帰ってくるとしたら必ずパイプ製浄日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし、この件が露呈するのを避けられるだろう。そんな、その約束を守るために毎月のこの数日危険を冒してまでここで見張ってたってことか。ああ、だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってことは、兄貴は大方本当に外に出たんだろう。でもあいつが何かその想定外なことにあったって可能性は。兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員そう信じてんだ。わかったわかった、ちょっと聞いてみただけだって。ああ、声を抑えろ。こっちだ。ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、かなり水没してることに気づいてさ、潜るのが得意なやつじゃない限りとても通れないぜ。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか。その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。マジかよ。だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があればぜひ俺たちにも教えてくれ。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう、状況については大体把握したからさっさとここを離れようぜ。ふう、やっと肝心な情報が手に入ったな。これだけ時間をかけて調査した甲斐があったってもんだぜ。潜水が得意ってフレミネのことだろ。リネに言えばきっとフレミネに助けてもらえるよな。タルタリアのやつ一体何しに行ったんだよ。ほんと骨を折らせるやつだぜ。まああと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。おやすみ旅人。色々あって大変
れ、待った、そこにあるのってまさかリネのカードだ。何が書いてあるんだろう。オイラが読んでみるな。きっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報をつかんだんだ。おお、ラッキー。今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報をつかんだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。完全生産を心に刻み、生産エリアの騒音はあまりにもひどすぎるわ。そこのお嬢ちゃん、そうそう君だな。カードゲームは好きか。あれだ、あれ、七星召喚ってやつだ。カードゲーム好きってミントみたいにどこにでも生えてるよね。何言ってんだ、七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら、一勝負どうだ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか。ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな、たまたま君を見かけて他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思う。ああ、いいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄
紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。わかった、何が聞きたい。お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら変な噂のことは聞いたことあるか。じゃあ隅っこでよく世間話をしている人がいるのは。通路の隅でよく二人の男があれこれ話してるんだ。痩せてるのがラベリューヌ、太ってるのがクスト。人は彼らのことをボムブラザーズと呼んでる。まああの二人の情報はそれほど爆発するようなもんじゃないが、俺が仕事場で聞く噂話と大差ないしな。もし興味があるなら行って話してみるといい。あの二人は無駄話こそ多いが別に悪い奴らじゃない。他には何かあるか。あーん、そうだな、ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか。え、そうなのか。なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。禁忌？誰かが作った言葉みたいだが聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ。いろんなとこで聞いたんだけど、どれも噂ってだけで。知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか。他にはもう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただしカードゲームに付き合ってくれるならな。俺に言わせりゃ上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろ。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。刑期を終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通の奴らと同じように生き、私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると刑期を終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろ。水の上の世界とはおさらばってわけさ。たく、その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。それもそうだな。近づいて聞いてみようぜ。だからそういうことはもともと
待った。君たち誰だ？急に近づいてきて何を考えてる？わあ、ごめん。もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか？なんだ。ただの馴れ馴れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。まあいい、別に馴れ馴れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。クスト、聞いたか？俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか？おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。え？オイラたちってそんなに有名なのか？あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいる奴らはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ？ちょっとしたミスか。気に入ったよその言い方。このグループはポジティブな奴をいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああ、もちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う。情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて、誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていないやつのことも。まあ待て、これはどれも金になる情報だ。僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか？クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるし。おお、そうか。実を言うとここ最近のサービス職は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半月も手伝いをしてたからな。おお、ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか？すごいぞ、まさかプロの料理人なんじゃないか？その通り、僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら君たちはもう半分同士。いいか、これからメロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思ってる以上に情報に精通してる。彼が相手をしないとき、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められた奴は医務室に行くときも優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わない奴だよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分仮病を使って労働をサボってるんだと思うぜ。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でもあのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いつも医務室に行ってる姿を見る。あ？なあ、
思ったんだ。まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。まああの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし、さすがに考えすぎか。よし、一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。約束通り生産エリアでリネを探そうぜ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。ない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。